茶漬けとは、主に米飯に茶をかけた料理のことである。茶をかけるご飯の食べ方を指していることもある。お茶漬けと丁寧に呼ばれる場合もある。場合によっては、鮭をかけた場合でも、茶漬けと呼ぶことがあるものの、鮭をかけた場合は一般に、湯漬けや水漬けと呼んで区別される。あるいは、漬けという、そのまま呼んでいる場所もある。炊き干しされた一般的な飯に、 鮭やスープを合わせる食べ方は弁食の慣習がある。地域で広く見られるが、茶を合わせる食べ方は、世界的に珍しい。茶がゆとしては、山和国の寺院で古くから食べられていたとされる。レシピによっては、茶ではなく、出汁をかけた料理や、出汁に限らず何らかのスープをかけた料理を、茶漬けと呼ぶ場合があり、故障には、幅がある。 本校ではこれらについても記述する。具をたっぷり乗せた茶漬け。納豆を入れた茶漬け。出汁をかけた鯛茶漬け。麹園によれば茶漬けとは、飯に熱い茶をかけたもの。茶漬け飯とある。ここで言う茶とは通例日本茶を指すが、古くから日本に存在する茶を使わない茶漬けには、米飯に出汁をかけたものが挙げられる。この出汁をかけるタイプの茶漬けは、特に 北越地方で好まれてきたため、出汁をかけた茶漬けには、越後茶漬けという別称も存在する。また、江戸時代の中期頃からは、茶漬けに具を乗せるのが広まった。なお、どのような具が選択されるかは、完全に食べる人の好みに任せられており、例えば、梅干しや漬物、酒や海苔、佃煮、塩辛、わさび、たらこ、イクラ、さらには、マグロ等の刺身など、 様々な食べ物を具として乗せるケースが見られる。また、うなぎも茶漬けの具となるケースも見られるが、名古屋の名物として知られるひつまぶしのように、茶漬けを食べ方のバリエーションの一つに取り入れた料理も見られる。一般的には茶漬けには、熱い液体を使用するが、生花などには冷やした緑茶や麦茶などを使用し、冷たい食感を楽しみながら食べる人もいる。この食べ方は、 昭和期から TV などで紹介され、平成期に入っても冷やし、茶漬けとして紹介された。古くから食べられていたのは、右をかけたもの、いわゆる湯漬けである。また、冷たい水をかけたもの、いわゆる炊飯も古くからあった。いつ頃から食べられていたのはわからないが、平安時代に書かれた文学作品にも登場することから、少なくとも、それよりは、 古くからあったものと考えられる。そして、名の由来の通りに熱い茶をかけたものも古くから食べられているが、こちらは番茶などが広く普及した江戸時代中頃以降になって広く食べられるようになったもので、比較的新しい。江戸時代後期に刊行された江戸名所杖に、看板の88茶漬けは人皆の808丁知れる、江戸ます。 客混んで出す広し豚の鉢合わせ88茶漬けも、売れる江戸マスが見え、江戸では64分をもじった、88が、茶漬け屋の看板に記され、通称で88茶漬けと呼ばれ繁盛したことが、伺える。現在茶漬けは、様々なシチュエーションで食べられている。その手軽さから軽食として、食べるのは言うまでもなく、豪勢なごちそうを食べた後の後口をさっぱりさせるため、 宴会などの締めの料理として、また山岳食としても長らく親しまれている。なお、山岳などで食べる場合など、炊飯から比較的、長い時間経ったご飯を急いで食べる時などでは、冷えて、硬くなった飯をなるべく美味しく食べるために、飯だけを詰めた、弁当箱に保温しておいた熱い茶などをかける人も、見られる。インスタント食品の茶漬けが市販されたのは、 1952年のことである。このインスタント茶漬けの普及に伴い、市販のインスタント茶漬けの実を小さい頃から食べ慣れている若い世代の中には、ご飯にインスタント食品の同製品でなく塩気のない、お茶をかけるのを好まない者、知らない者も,もいる。ただ1990年代以降に、日本で発生した朝が湯ブームもあって、 粥の類似料理である茶漬けに凝る人も現れた。飯に、水や湯、汁をかけるという教食方法は、日本への今作、米食文化伝来と共に始まったであろうと、考えられているが、当時の記録などは発見されておらず、実際、いつ頃から始まったのかは定かではない。しかしながら、例えば昨日富の変の折、最初に、蘇我イルカの暗殺を命じられた者が、 宮中に赴く前、水をかけた飯を飲み込んだ、という逸話からも、相当古くから存在したであろうことは、うかがい知ることができる。そして時代が下った、平安時代には、枕の奏詩や、源氏物語などの文学作品にも湯漬けが、登場する。また、冷飯に水をかけたものは、炊飯といい、源氏物語でも光る源氏が食べたという記述がある。さらに、 根尺物語や宇治周囲物語には、肥満に悩む貴族、三条中納言と、湯漬け、炊飯の逸話が登場する。医師に減量の方法を尋ねた、中納言は、湯漬けと水飯を食べて、食事量を制限する方法を勧められる。しかし、鮎の売れ寿司や、うりの干物で水飯を食べたところ、あまりのうまさに食べ過ぎて、余計に太ってしまったとされる。 湯漬けと水飯が広く食べられていた当時、炊いた飯はお筆に移してから食すのが一般的だった。現在のように炊き上がった飯を保温する技術はなく、炊きたての飯も時間の経過ともに冷える一方であった。温度の下がった冷や飯は、澱粉のベータ化と乾燥によって硬化し、炊きたての食感は失われてしまう。この冷えてしまった飯を美味しく食べる手段としても、 特に熱い湯をかけて、飯を温めたり水分を補う湯漬けは非常に有用であった。また、腐敗が始まった米飯であっても一度表面を洗い流せば食用とできることから経済性の面からも有効な手段であったと考えられる。鎌倉時代から戦国時代末期まで特に陶器において武士は湯漬けを常食としていたとされる。湯漬けと水飯は 身分の低いものだけが食べたわけではなく、室町幕府の将軍、足利義政も、昆布やしい,いたけで出汁を取った湯を水で洗った飯にかける、湯漬けを特に好んだとされる。織田信長なども手早く食べられる湯漬けを好み、出陣の前には湯漬けを食べたという話がある。近現代では、作家、林文子が、随筆朝ごはんにおいて、飯を食べる場合は、 炊きたての熱いのに、梅干しを乗せて、冷水をかけて、食べるのも好き、と書いている。さらに現在も、山形県の郷土料理として、洗った飯に冷水をかけて食べる、いままが残っている。茶漬けの始まりは、番茶や煎茶が普及し、茶が、庶民の嗜好品として定着した江戸時代中期以降と、言われている。煎茶には、若干のグルタミン酸ナトリウムが含まれており、 煎茶独特の方向と相まって、左右をかける湯漬けより美味である。ただし、庶民においては、番茶をかけるのが、一般的であった。今日の茶漬けの直接の始祖は、当時商家に奉公していた、使用人らが、その仕事の合間に食事を極めて迅速に済ませるために、取った食事法であると言われている。当時の奉公人らは、一日のほとんどを労働に、当てており、 また食事時間も上役に管理されていたため、自然とこのような食事形態が発生した。方向先の質素な食事の中で、漬物は方向人にとって自由に取れる、ほぼ唯一の副菜であり、巨大なサイズの大鉢などに山のように盛られることが多かった。そのことも茶漬けという食形態の定着に大いに関係したと推測される。 未だ現在のように炊き上がった飯を保温する技術がなかったこともあり、冷えてしまった飯を美味しく食べる手段として、また手早く食事を済ませる手段として、湯漬けなどと同様に、茶漬けはその利便性から非常に重宝され普及した。また、元禄時代の頃より茶漬けを出す店として、茶漬け屋も出現し、庶民のファストフードとして、広く親しまれた。 江戸時代後期に刊行された江戸名所杖に、看板の88茶漬けは人みの808丁知れる。江戸マス、客混んで出す広し豚の鉢合わせ88茶漬けも、売れる江戸マスが見え、江戸では64分をもじった、88が、茶漬け屋の看板に記され、通称で88茶漬けと呼ばれ繁盛したことが、伺える。ただし、 茶漬け屋は簡単な食事をする場所という位置づけであって、茶漬けだけが出されていたわけではない。横浜美術館に常設展示されている、開国初期の写真の内見島塾を写したものは、街道に茶漬け屋がひしめいていた様子が記録されている。この写真の中の茶漬け屋の店員、客、通行人は、全員が驚いた顔で、カメラ目線で写っている。これは、 外国間もない明治維新以前の安政年間で大きな写真機を抱えた外国人の撮影者がよほど珍しかったのであろう。ただしこの時の止まったような印象から茶漬け屋の軒先に客が腰掛けながらこちらを一別する様子やお盆を持って立ち止まる女主人、店によってのれんも茶漬け屋、茶漬けと様々な表記が見られるなど 当時の茶漬け屋の様相もまたうかがい知ることができる。インスタント茶漬けの例。長屋園の酒茶漬けを炊いたご飯の上にかけて湯を注いだ状態。1952年にはインスタント食品の茶漬けである長屋園のお茶漬けのりが考案発売された。これらは乾燥させた具と茶屋だし汁の粉末を混ぜたもので小袋に入っており袋の中身を ご飯の上にかけて湯を注ぐとそのまま茶漬けになるという勘弁な製品である。見た目は、煎茶同様緑色だが、だし汁が入っているため塩味があり、おかずをベッドに用意する必要がない。具には、海苔とあられを用いているが、あられについては乾燥剤を兼ねる目的もあった。あとに、具材のバリエーションは、増えるが、海苔とあられを用いることだけは踏襲された。 他のメーカーでは、丸宮、食品、白子のり、浜乙女、丸葉日露などが、お茶漬け製品を販売しているが、ほとんどの製品において、長屋園に倣って、海苔とあられは、定番の具材となっている。高級志向の商品では、フリーズドライ製法のものも見られる。また、最中の皮によって、茶漬けの具を包み、これを、飯の上に乗せよう注げば、茶漬けになる。 お茶漬け最中、カップ麺のように、具とご飯がカップ内に入っていて、そのカップに湯を注ぐだけで食べられる製品もある。元より茶漬けが気取らない、喫食方法であるがために、それらも含めて、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの定番商品の一つになっている。なお、業界のシェアは1位の長屋園が約8割を占める。湯漬けは、 京都弁でブブ漬けとも呼ばれるが、京都で他人の家を訪問した時に、ブブ漬けでもどうどすかと勧められたり出されたりした場合、大抵は案に帰宅を催促しているという話も存在する。ただ、現代の京都においては、そのような風習は見られず、大正時代創業の京都市中京区にある茶漬けで、知られる、飲食店、丸田町十二段家三代目、店主、秋道健治は、 実際にそういう人に会ったことがないと語っている。江戸時代の小話に、そのような話が見られ、創業300年の孔子にせ、松江道社長の畑正隆は、京都の者が茶漬けをよく食べることを、大阪の者が風刺して創作したのではと見ている。ただし、関西外国語大名誉教授の堀井玲一は、祖母が挨拶として使っていたと述べており、各たる資料、 文献は見たことがないが、江戸から明治頃には、日常的に使われたと推測されますとしている。日本経済新聞でも、ブブ漬けでもお上がり安に、もう帰ってくれないかなと、意味がこもっているというのは、落語の中の話で、実際、ブブ漬けでもというのはごくごく親しい相手に限られると、されている。これに関連した小話としては、江戸時代の、一の森に収録された。 合図が元々の話のようで、実編者19の江戸前話うなぎには茶漬けとして紹介されている。大阪では天保年間のネタ帳に K の茶漬けとして記載がある。原本は江戸のものであるが、題目としては有名でなかった話のためか、演目記録は少なく、戦前期の新聞雑誌等での紹介も少ない。桂米朝が、 同園木を復興させたことにより、そのような文化とともに、軽の茶漬け、軽のブブ漬けが広く知られるようになった。奄美大島の鳥飯室町時代末期頃には、香る飯という料理が出現した。これは白飯もしくは混ぜご飯に、各種の具材を乗せ、その上から出汁をかけた料理である。正式な本膳料理や、精進料理にも供され、おかわりすることも可能な料理であった。 現在でも長野県全光寺等で精進料理の一種として供されたり、鹿児島県の奄美大島には鶏飯、沖縄県にはなめしという香る飯に類似した料理が残されている。ありがとうございます。